なるお。はい、なるおです。今回も他人の超過をネタにする時間がやってまいりました。今回はもう超過動画はございません。今回はもう本当に超過速報のみの、はい、動画となっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まずはね、9月に届いた超過をねご紹介しながら、あとリモートフィッシングヒラメを決定する方もねちょっと後半やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは9月の超過からご紹介していきましょう。まずはこちらの方から、はい、お名前がりょうさん。砂浜漫才界 vs 武田軍団のね頂上決戦の時にね、遊びに来てくれましたりょうさんですね。はい、ということで超高日の方がね、9月28日県南サーフで、はい、釣れましたということでいただいております。ヒラメの方がね41センチ、はい、あとマゴチの方がちょっとね小さいサイズですけど釣れましたということでね、はい、いただいております。おめでとうございます。はい、ということでね、ヒラメもついに県南の方で釣り始まったということでねいただきましたけども、まあ、そんなりょうさんもね10月のね釣果も届いてますんで、後ほどちょっとご紹介していこうかなというふうに、はい、思っております。ワームで釣れたということで、これサリューかな、これ、はい、ヒットルアーが、はい、ということでねしっかり口でがっぽり食ってますね。はい、ということで素晴らしいサイズでございます。本当におめでとうございます。はい、それでは続いての方ご紹介していきましょう。続いての方はこちら、はい、お名前がタカピーさん。はい、9月30日仙南サーフで釣れましたということでね、ヒラメのサイズが52.5センチとなってます。なかなかいいサイズ、おめでとうございます。はい、ワームで釣れましたということでね、はい、何のワームかちょっとよくわからなかったんですけども、まあとりあえずねワームで食ってきたということで、リモート前に釣っちゃいましたということでね、はい、いただきました。いや、これなかなかいいサイズ、これリモートで釣ってたら結構いい順位いったんじゃないのかな。いや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 、素晴らしいサイズでございますよ、ね。はい、そんなタカピーさんね、マゴチもちょっと釣れましたということでね、ちょっといただいてるんでちょっとご覧ください。はい、相方の熊谷さんがリリースしたマゴチをなぜかすれがかりで釣ってしまったというね、はい、ことなんですけども、これちょっとしばらくしたらみたいですよ。ちょっと逃がした瞬間に釣ったわけじゃないんで、ね、そこだけちょっとね誤解のないようにちょっと説明しておきますけども、熊谷さんがリリースしてしばらくしてなんかね投げてたらワームですれがかりで同じものが釣れたってことは、要はあれですよね、口に傷があるからね、まあそれで多分熊谷さんだってすぐ分かったんでしょうけども、はい、ということでね、マゴチはやっぱり、まあ、リリースすればこういうことあるでしょうからね、同じね魚を釣るなんてこと、はい、ということでね、まあ、そんな珍事件があったというね、はい、そんな釣果でございました。はい、それでは続いての方ご紹介していきましょう。こちら、はい、お名前ペンさん。釣果日が9月30日県南サーフで、はい、釣れましたということで、吉田浜の方にいたのかな、多分県南サーフだと思うんですけど、吉田浜って県南ですかみたいな感じでちょっとねご質問来てたんですけども、ヒートルワンがね、台湾のオーバードライブで釣れましたということで、なかなかちょっとあれですね、マニアックっていうかね、はい、うちのマジカメンバーのコンさんが大好きな、はい、オーバードライブで釣ったということで、ヒラメのサイズが50センチ、これは見事です。おめでとうございます。はい、ということで、ね、前回のね、超過速報でね、ご紹介したときは、損害で下がるのもめんどくさいということで、画像だけ送ってきましたけども、今回はね、もうバシッと50オーバー、ね、釣られてきましたね。なんかちょっと花火が上がってたみたいでね、ちょっと花火見に来たついでに、釣りしたら釣れちゃったということで、今晩の酒はもう美味しいの確定ですみたいな感じでね、ちょっと、はい、コメントいただきましたけども、よいよいよいよ、県南でこのサイズはちょっと、なぜリモート前に釣ってしまったと、ちょっと言いたかったんですけど、そうせたらヒラメをね、ちょっとエントリーいただけたらなと思うんですけど、まあ、一応ね、開催前に釣ってしまったということでね、はい、超過速報の方でご紹介させていただきました。はい、それでは続いての方、ご紹介していきましょう。続いての方はこちらです。はい、毎度おなじみサロンメンバーの岩間さんでございます。はい、ということでね、慶長会さんのね主催する大会ゲリラワンデイというねイベントでちょっと参加したらなんと優勝したということで、なんか同一優勝、なんかサイズが同じ人もう一人いるって言って、ちゃっかり映ってる人いるんですけど、なんと武田軍団のボスですよ。はい、武田さんとなんか同一優勝だということでね、なんかボスも一緒に優勝しちゃったんですね。はい、ということでね、お二人おめでとうございます。
はい、ね、映ってる2人はもうナルオの釣りどらけでもおなじみのメンバーでございますからね。それこそボスに関しましてはね、ちょうど決戦繰り広げてばっかりですから、はい、ということでね、まあ、ボスも優勝したということでね、はい、いただきましたということでね、一応ね、ヒラメソゲなのかな、一応サイズまでは聞いてないですよ、ヒットルアーも。とりあえずね、決勝会さんの方のね、イベントで優勝したんでということでね、はい、ぜひ紹介してほしいということで、はい、まずいただきましたということでね、本当に優勝おめでとうございます。動画でチョーカーを紹介してほしい方は、チョーカーを釣れた場所、サイズ、お名前、ヒットルアーを記載の上ね、公式 LINE の方にね、画像をお送りください。ステッカー欲しい方はね、ステッカー希望とおっしゃっていただければ、画面に映っているステッカーの方をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではね、この後いよいよヒラメ王決定戦の、はい、超過速報に移りたいと思います。優勝だ、優勝だ。追って飛んでるような感じだ。あ、あちらが来た。あ、来た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 。おお、来たぞ、なんか来たぞ。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。おー、やったー、ヒラメー。おー、クジで食ってきたー、やったー。はい、それではね、いよいよヒラメを決定戦開催していくわけでございますけども、現在ね、10月の4日、日付変わりましても12時回ってますが、はい、ということでね、一応10月3日までね、一応届いている分に関しては、まあ、集計終わってます。今回ね、今のところも13名の方から、ヒラメ王の方にね、エントリーいただいてるんで、エントリー順にね、早速ご紹介していこうと思います。それではエントリーナンバー1番はこちらの方です。はい、サロンメンバーのゆきくんですということでね、なんかあぶくまでシーバス狙ってて、10月1日の日付が変わった瞬間にヒラメを狙おうと思って2投目で釣れたとかって言ってましたね。はい、ということでね、スピンビームのパチモンで釣りましたということで、はい、なんちゃってスピンビームと、はい、私は呼称しております。はい、ということでね、2投目で釣れたヒラメがなんと50センチということで、暫定1位おめでとうございます。はい、ということでエントリーナンバー1番の特権ですね。はい、とりあえず1位になれるという、はい、ということで、なんだろう、日付変わって2時間くらいで送ってこしたかな。でも50オーバーいきなりはすごいよ。はい、ということでね、サロンメンバーのゆきくんから、はい、一番最初にね、はい、まず超過報告いただきました。それではね、エントリーナンバー2番ご紹介していきましょう。こちらです。はい、エントリーナンバー2番、ケンさん。はい、ということでね、前回のリモートフィッシングね、マゴチの方ではね、2ヶ月開催期間ありましたけど、最初の1ヶ月間でずっと首位をね、守り抜いて、最終的にロット折れてちょっと長考に行けなくなり、最終的に5位になってしまったというね、あ、そんなケンさんですけども、10月1日仙台サーフでの超過ね、はい、いただいております。ヒットルアーが救急ヘッドで、はい、釣れたということで、なんかピンク系のシャットで釣ったって言ったのかな。はい、ヒラメのサイズがね、49.5センチとなってます。おめでとうございます。いや、ここまで来たら50オーバー行きたかったでしょうね。はい、ということでね、残り 0.5 ミリというところでね、ゆきくんとね、0.5 ミリ差でとりあえず2位ということでね、はい、1、2、3のね、エントリー番号の方はね、必然的にね、入賞になります。暫定入賞になりますからね。はい、これエントリー番号3番までの特権だろうね、これね。はい、ということでね、ケンさんから、はい、紹介いただきました。はい、それではね、続いての方ご紹介していきましょう。続いての方はこちらです。はい、我らが漫字界ヒーサさんでございます。しかもホタさんとツーショットということでね、こちらはね、デュオのね、サーフ感謝祭の方にね、出場しましたけども、場所はセナサフで、はい、釣れたということで、ヒットルアーがフリッパーで、ヒラメのサイズが47センチとなってます。おめでとうございます。
はい、ということでね、去年のね、渡り途中杯ではね、堀田さんにね、車の窓にサイン書いてもらいましたけど、1年経って消えて、今年ね、また新しくサイン書いてもらったと、はい、いうことらしいので、はい、ね、とりあえずね、もう最高のぶつ文字の写真だと思いますよ。ね、はい、ということでね、はい、ヒスタさんが、はい、暫定サインとなりました。続いての方、じゃあ、ご紹介していきましょう。続いての方も、万事会メンバーです。はい、ここに来てついに首位が入れ替わりましたね。はい、ということでね、我らが万事会ゆうたさん、はい、50.5センチ、なんともう 0.5 ミリの戦いがすぐに、はい、始まってます。ということでね、1位だったゆきくんが2位、はい、2位だったけんさんが3位に、はい、3位だったひささんが最小サイズへと、はい、いうことで、47センチが最小サイズってのもどうなのかなと思うんだけども、はい、とりあえずね、ゆうたさんもね、サフ感謝祭の方に出て、はい、見事に釣りましたということで、ヒットルは聞いてなかったけど、これパッと見これリンバーだよね、はい、ということでリンバーで釣りましたということでね、はい、50.5センチ、1位おめでとうございます。はい、ということでね、もうサフ感謝祭やっぱ出てる方のね、結構エントリーが結構多いのかなと、今回は、はい、まだまだね、感謝さんにね、エントリーされてる方ね、エントリー来ますんで、はい、まあ、とりあえずゆうたさんが、暫定1位になったということで、続いての方ご紹介していきましょう。はい、リモートフィッシングの常連様、星ブラザーズお兄ちゃんですね。はい、ということでね、ナルハイの方にはね、ご兄弟でね、参加されて、弟さんがまさかの準優勝ということでね、はい、そのお兄ちゃんでございますけども、超高尾が10月1日仙台サフで釣れましたということで、ヒットルアーがね、ジョルティで、はい、釣れましたということで、ヒラメのサイズが39センチです。おめでとうございます。はい、ということでここに来てね、大会最小サイズが更新されましたということでね、はい、47センチからこの39センチになりましたということでね、ちょっとね、表記の方がね、ホッシーブラザーズ兄だとかなり長いんで、ちょっとホッシー兄ってなってます。ちょっとご了承ください。はい、ということでね、ホッシーブラザーズお兄ちゃんの方からね、はい、長官の方いただきました。で、続いての方、はい、ご紹介していきましょう。どうぞ。はい、我らが万事会コンさんです。仏持ちの写真忘れましたということでね、はい、ヒラメのサイズのみです。はい、ということでね、ここに来てね、また1位が更新になりましたということでね、はい、1位2位がまさかの万事会メンバーでございます。はい、ということでね、なんだろう、1センチ5000、0.5 ミリの戦いだねこれね。はい、ということでね、ヒラメのサイズが 51.5 センチ、ヒットルアーがフリッパーということで、おめでとうございます。はい、ということでね、まあ、仏持ちの写真ね、ちょっと忘れたということで、仏持ちの写真忘れた人ね、なんか適当になんかポーズ撮ってる自撮りの写真でもいいんで送ってください。はい、せっかくなんで、はい、ということでね、コンさんからね、まあ、長官の方いただきました。はい、それではね、続いての方ご紹介しましょう。こちらの方です。はい、エントリーナンバー7番、岩間さんです。はい、ということでね、先ほど9月のね、超過速報でもご紹介しましたけども、慶長会の方のね、イベントで優勝し、なんとデュオのサフ感謝祭でも優勝ということでね、本当に67センチおめでとうございます。はい、ということでね、慶長会さんのイベントとね、サフ感謝祭のね、2冠ということで、はい、今週末に控えている渡り町長杯もこの際も狙って3連覇狙うと本人意気込んでおります。はい、ということでね、もう小座布団ですね。はい、自分のところにはね、ヒラメこちら67センチでね、超過届いてますけども、一応デュオさんのね、そのサフ感謝祭の方ではね、65センチで優勝という形になってるんですけども、チノコ補直で2センチくらい縮んだらしいですね。これ1時過ぎくらいに釣れたっつったのかな。で、軽量がもう9時くらいとかなんで、確か9時くらいからスタートしたのかな。だからやっぱ8時間くらいあるから、その間に縮んじゃったってことでね、はい、だから大会65センチで優勝してね、なんでこっちで67センチだって言われるのもあれなんでね、ちょっとそこだけちょっと補足を入れさせていただきました。はい、ということでね、ヒトルワンがアクションの95で釣ったら、プラムで釣ったんだね、しかも緑色で、はい、釣れましたということでね、はい、いただいております。いやいやいや、ここに来てバシッとね、小座布団あと3センチで座布団ですよ。はい、まあ、そんな今間さんね、さらにね、釣ってるんでご紹介します。どうぞ。はい、今度はね、46センチ釣れましたということで、ヒットルアーこちらウェッジですね、これ、ね、
入れ食いクラウかな、あの遠州のダブルオレンジで、はい、釣れましたということでね、はい、いただいております。はい、ということでね、ここに来てついにね、あの2枚目の釣果ということでね、はい、あの岩間さんがなんと大きさ数釣りともにトップに出るということで、今年はもう数釣りと大きさの2部門完全制覇を狙うのでしょうか、この男。はい、そんな岩間さん、さらにもう1匹釣ってます、こちらです、どうぞ。はい、ということで今度は40センチですね、アクシオンの95で釣れましたということでね、はい、数釣りなんと3枚ということで、はい、もう数釣りもぶっこ抜きましたね。はい、ということで完璧、大きさも数釣りも離して、はい、もう岩間さん首位独走状態でございます。はい、本当に優勝も合わせておめでとうございます。はい、ということでね、そんな岩間さんからね、ちょっと優勝のね風景やらいろいろね、あのいただいてるんでね、ちょっと記念にぜひご紹介してほしいということでね、いただいてるんで、ちょっとまず動画の方からちょっとご紹介していきましょうか。4年ぶり開催の勝者になります。まあ皆さんもう本人は分かってると思いますけども、発表いたします。イヤピンなんだね。そうです、5mm サーブだね。ということで222番様、岩間様、はい、じゃあちょっとまた釣れた状況をいろいろ教えてください。はい、まあさっきちょっとね、2位の方も言ってられましたけども、まずまあ場所と、まあ時間と、まあ塩ルアーの方を教えてください。場所は仙台サーフですね。はい、ヒットルアーは、はい、昨日ですね、はい、県南の方で、はい、ケチョッカイの、はいはい、ゲリラワンデイっていうイベントがありまして、うんうん、はい、そちらの方にちょっと昨日お邪魔しまして、はいはい、優勝しちゃいました。あ、なんかすごいですね。ダブルで。はい、それの景品で、はい、アクシオムの急行の、はいはいはい、マットチャートを言います。はい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 、あれで、沖の瀬を狙い、はい、はい、ゆっくりくるくるドンです。なるほど。それは背の下ぐらいですか、手前です。背の上に上げてキャストして、はい、幻になる、駆け下がり、駆け下がり、はい、くるくるドンです。素晴らしいですね。それ何時頃でした。それが、入ったのは1時ぐらいで、はい、うん、釣れた時間が2時ぐらいです。おお、はい、その前にも、うん、1枚買ってました。あ、そうなんですか。それはサイズはどれぐらいでした。それが40ぐらいです。あ、やっぱそこは魚結構いたの感じなんですかね。そうですね、バイトも結構取れてて、そしてその小座布団を取る前にも、まあ、1枚買って、はいはい、その後に30と40枚買って、4枚、じゃあ計4枚、はい、昨日優勝して今日今日4番、はい、すごい爆調してますね。はい、いつもそんな感じなんですか。いやー、今までヒラメを釣れなかったからですね。違う、急にじゃあ今こうマイレージが降りてきたのかな、溜まったやつがね。素晴らしい、それが今回当たるっていうのが、まあ、やっぱり持ってる人の、はい、ね、あの違いだと思います。おめでとうございました。はい、ということでね、堀田さんとのね、トークも見事にね、あのこなしてた岩間さんでございますけども、はい、一応ね、あの帽子の方にものサインいただいたみたいで、はいね、もう堀田さんにももう慶長会さんのイベントでもね優勝してもう連覇したということで、はいね、来週はいよいよ、渡り町長杯もね、一応渡り町長杯の方にも堀田さんまた来るということで、はいね、さあ宣言通り、3連覇できるのが、はいね、サーフ感謝祭のね、あの意義を本当におめでとうございます。
ということでね、一応ね、景品とかもちょっとこういうのいただけましたということで画像いただいてるのでご紹介させていただきましょう。こちらです。はい、ということでね、これ仏持ちの集合写真ですね。はい、飯島さんの後ろにいる女の人はこれ絶対愛さんでしょこれはい、ということでなんか愛さんもレディースショー2位取ったとかってね、ちょっとお話聞いてましたけども、はい、一応ね、右側の画像がね、今回優勝した時の景品で、帽子やらパーカーやらね、いろいろフィッシュグリップやら、まあ、プラムからいろいろね、いただきましたということでね、はい、こういった形でね、優勝商品いただきましたと、はい、岩間さんから画像が届いておりましたということでね、はい、長尺になるかもしれませんけど、よろしくお願いしますということでね、はい、岩間さん、がっつり優勝アピールしておきましたんで、次は渡り蝶々杯頑張ってくださいということで、続いての方ご紹介していきましょう。はい、エントリーナンバー8番はるパパさん。はいね、ちょっと出番来るまでちょっと時間かかったと思いますけども、はい、ということでね、はるパパさんからいただきました、チョコビが10月1日県北作で、はい、釣れましたということでね、はい、ヒットルアーがフリッパーの 40g かなで釣りましたということで、ヒラメのサイズが 51cm、 おめでとうございます。はい、ということでね、自己記録更新ということでね、はい、いただきましたけども、見事に3位に、はい、なりましたね。いや、マンゴチ王に引き続きフリッパーでということで、今回もフリッパー縛りでいくのか分かりませんけども、はいね、ちょっとヒラメ釣れるかとかちょっと自信なかったですけどもってね、ヒラメを開催のねちょっと告知した時に言ってましたけども、見事にねもう51センチということでね、もう3位に入賞、本当に素晴らしいサイズでございます。はい、ということでね、春パパさんからいただきました。それでは続いての方ご紹介しましょう、どうぞ。はい、エントリーナンバー9番りょうさんです。はい、先ほどね9月のね超過速報の方でもねご紹介しましたけども、はい、りょうさんもねサーフカッサーさんの方に出場されて、県南サーフの方でね、はい、釣りましたということでね、ヒラメのサイズが42センチとなっております。おめでとうございます。はい、ということで、ヒットルアーがフリッパーということで、やっぱ結構フリッパー使う方多いっすね、やっぱデュオとなれば。まあ多分まあジグ系でまあエントカマスだったら自分もフリッパー選択しますからね。はい、ということでね、りょうさんも、釣りましたということでね、はい、いただいております。はい、それではね、続いての方ご紹介しましょう。続いての方はこちらでございます。はい、エントリーナンバー10番のんのんさん。はい、満次会であり、はい、初代ヒラメ王でございます。はい、ということでね、ヒラメ釣りましたということで、場所が県南サークですね。ヒットルアーが飛びすぎダニエルで釣れましたということで、これりょうさんと一緒にやったのかな、県南サークに。なんか背景似てますけどね。はい、ということでね、のんのんさんからもいただきましたけども、のんのんさんもこんなんで終わるわけがございませんので、なんといっても初代ヒラメ王ですから。はい、ということでね、初代と3代目の、はい、2冠を達成するのか。はい、ということでね、2ヶ月ありますから。はい、ということで、のんのんさん仕事でなかなかちょっと釣り行く暇ないと思いますけど、許可報告お待ちしておりますので。はい、ということで続いての方ご紹介しましょう。はい、エントリーナンバー11番ラガマフィンさんということでね、はい、通称ラガさんです。はい、ということで、ラガマチポルテのラガさんでございますよ。はいね、いつもねお店に食べに行くとサービスいっぱいしてくれますけども、そんなランガさんがね、はい、ついにエントリーしていただきましたということでね、サイズの方がね、あと62センチということでね、サーフ感謝祭でちょっとほげたソフランさんの敵討ちだということで、行ったらなんか小座布団が釣れたというなんか、はい、情報をちょっとのんのさんから、はい、お聞きしましたけども、はい、ということでここでなんと2枚目の60オーバーが来ましたね。小座布祭りです今日。はい、岩間さんに引き続き、はい、2人目のね、コザプトンが出ましたということで、ラガさんおめでとうございます。はい、ということでね、リモート初エントリーでございますよ、ね、ということで、近々、食べに行きますんでよろしくお願いしますということでね、ここでなんと2位ですからね。いや面白いね、ちょっと戦いになってきましたけど、今回はなんかヒラメのサイズが平均的にちょっと55番が多いから、アベレージが結構高いかなっていう形ですけどね。いや、そんな中でもね、60番バスと釣ってきましたからね。はい、ということでちょっとね、ヒットルアーがね、ジオのタイドミノで釣れましたということでね、これ半分シーバス狙ってたのかな、夜だから、ね、いや素晴らしいサイズでございます。おめでとうございます。は
はい、ということでね、ちょっと続きの方ご紹介していきましょう。はい、エントリーナンバー12番ホッシーブラザーズ弟さんということでね、ヒラメのサイズがなんと53センチということで、ここに来て一気に3位です。はい、おめでとうございます。はい、ということで、あの言わずと知れた今年のナルオ杯の準優勝者でございますよ、ね。はい、先ほどねちょっとお兄様ねご紹介しましたけども、妹はあれじゃないかな、今回初エントリーだよね、うん、ということでね、いきなり53センチということで、さすがナルオ杯準優勝者でございますよ。はい、ということでね、あのお名前がちょっと長いんでね、はい、欲しい弟っていう風にさせていただきましたけど、そこだけちょっとご了承ください。はい、それではね、続いて、最後の方ご紹介していきたいと思います。最後の方はこちらの方です。はい、我らがマジカイ新メンバーゆうちゃまんさんです。ということでね、こちらもなんとサーフ感謝祭第3位ということでね、はい、62センチです。おめでとうございます。はい、ということで、ね、ヒットルアーがねハウル31で釣れましたということで、こちらもねあの仙台サーフで、はい、釣れましたということでね、なんと今回ねあのサーフ感謝祭の優勝と第3位がねちょっとエントリーしてくるということでね、いや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 、なんとラガさんとドイツの62センチ2位ということで、もう初っ端ながらもうあれですよ、もう1位2位3位がいなくてもうドイツ2位ということでね、もうかなりハイレベルだぞ今回今年も。はい、ということでね、初っ端からもう小座布団がワンツースリーを占めるというもうとんでもない事態になっております。はい、ということでね、まあゆうちゃまんさんもね数釣る人ですから、ね、この後も、岩間さんとバチバチにやり合うのかどうか。はい、ということでね、長さんとゆうちゃまさんが同一に62センチということでね、はい、さあこれを抜く人が出てくるのか、まあ、去年もなんだかんだ言ってね座布団ね、5枚出てますからね。はい、ということで、まあ、今年も盛り上がるんじゃないかなということでね、はい、とりあえずゆうちゃまさんも多分渡り町長会はもう頑張ると思いますんでね、はい、まあ、岩間さんも負けないように頑張ってほしいものですけども、はい、ということでゆうちゃまさんも第3位おめでとうございます。リモートフィッシングに参加されたい方はね、あのお名前釣った場所超高尾ヒットルアーサイズをご記載の上ね、あのヒラメのサイズの画像とあのヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。公式 LINE は概要欄の方にねあの登録フォームございますので、そちらからね登録いただければなというふうに思います。あの詳細送ってもらえればあのこちらの方からねあのエントリー番号をお伝えしますので、それでまあエントリーという形になりますので、まずはねあの釣られてからという形になりますね。はい、超高尾から1週間以内の超過に限ります。一応開催期間が10月1日からなんで、10月1日からのまず超過、はい、送っていただけたらなというふうに思います。超過方法はルアーワームのみですね。餌釣りとかそういった泳がせ釣りとかのねそういった調法でのちょっとヒラメの超過はちょっと無効になりますので、はい、サーフ加工、堤防、漁港、磯、陸地であればどこでも大丈夫ですので、はい、参加費無料なんでね、ぜひ気軽にね送っていただけたらなというふうに、はい、思っております。それではこの後ねランキングのね順位の発表となります。ということでナルオでした。
エントリーは公式 LINE から概要欄に登録フォームがございます。お名前綴った場所、超高日、ヒットルアー、サイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、持ってる画像の2枚を公式 LINE に送ってください。撮影する際はスマホは横取りで撮っていただけると助かります。超高日から1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。超高方法はルアーワームに限ります。走行エリアは陸地であればサーフ加工、堤防、漁港、磯、どこでも構いません。餌釣り、船釣りの超過は無効となるので気をつけてください。皆様からのエントリーお待ちしております。今回はとにかく面白いメンツが本当に揃ったんじゃないかなというふうにちょっと思ってまして、まさかあの人とあの人がタッグを組むなんてみたいな、まあ、そんなタッグもありますんで、最強タッグのてっぺん決めようぜ。